はい、女性セブンが先週号で KK 夫妻がこの秋にニューヨーク郊外にある白亜の大豪邸引っ越す予定だと報じました。で、その後にうちも動画を出しまして、で、実際にその白亜の大豪邸を見てここには住まないんじゃないかなっていうふうに言ったと思うんですけれども、また見解が変わってきましたので動画をアップしました。はい、その白亜の大豪邸なんですけれども、庭付きの一戸建てで、市場価格が約2億円で、家賃は月に120万円以上との試算が出ています。 3LDK に地下室付きというあまりのお家の広さに KK さんのお母さんも呼び寄せるのではという憶測も呼びました。さらに記事では新居のオーナーが中国出身のエリート夫妻であることも分かっています。彼らが KK さん夫妻のスポンサーとなる可能性にも触れています。でもね、そうだね、これ週刊文春がね、全然逆の意見を言い出してね、これはフェイクニュースだと言ってますよね。なんか、はい、このオーナー夫妻に取材をかけたら、私たちは KK さん夫妻に自宅を貸す予定は全くありません。そもそもこの家には秋以降も私たち自身が住み続けます。日本での報道は明らかなフェイクニュースです。自宅にこれほど注目が集まり、 YouTuber も訪ねてきて対処に頭を悩ませていますと。まあ、これちょっと変な書き方してますよね。秋以降も私たち自身が住み続けてますって、今住んでないんじゃないですかね。これは私がちょっとね見てみたけど、これ私だけじゃないんですけど、実は、はい、この夜見に行って確かめてるんですけど、はい、明かりがつかないんですよね。つまりやっぱり住んでないですよ。今時点では誰も住んでない、うん、もう全然生活してる雰囲気は全くないですから、うん、何回行っても特にやっぱりね、夜電気つかないんだから住んでないですよ。だから今住んでるっていうこの書き方はちょっと違いますよね、うん、まあね、引っ越してくるって可能性はもちろんあるから、うん、買ったんだから引っ越してきますよ、だから秋住みますよって、だから貸さないですよって、うん、それは分かるんですけど、なんとなくね、ここから20分、そこから20分ほど離れたところに家持ってらっしゃる方、ご自宅があるんですよね。あるんです。まあ2軒持ったって別に不思議は何でもないですけどね、うん、いいんですけど、まああるんで、どっちかというとどうかなって、こっちの方がいいんだったらこっちに引っ越してくるでしょうけど、じゃあまあね、同じような地域に2軒いらないと思うけど、まあまあそれは人の勝手だからいいんですけど、どうですかね。なんかそのタイミングがね、よく言われてるように、要するに11月をめどに KK さんが引っ越すんだということで、じゃあ次のとこはっていうので広いとこ、そのお母さんも呼んでみたいな、あるいは子供がどうとかっていう人もいるんで、そうすると今の狭いとこから当然広いとこに移ろうという、こっちはこの家ぴったりといえばぴったりですよ、そういう意味ではね。だから、うん、その元々この元々のオーナーって言われてる、フォーダム大学の副学長、女性の方ね、元々この KK を面倒を見てたと言われてる人なんで、今回もそれでお付き合いがあって、じゃあこの家を貸してあげるについてはちょっと直接はまずいんで、間に中国人のオーナーの方に入ってもらって、まあ直接知り合いじゃないけれども、うん、まあ法曹界という意味では全く関係ないわけではないという感じの人を、そうですね、うん、入れたんですよね、まあ、入れたって感じ、うん、つながりがあるんでしょうね。いずれかとにかく全部つながりはある、法曹界ね。なんかニューヨーク州の最高裁の法務専門委員だそうなんで、この奥さんが、そのオーナーの、だから試験を受かる受からないみたいなことをやる人なんでしょ。本人だからそういうような役職 の仕事を携わっている人だと思いますよ、うん、だからそれで、まあ、KK のことは全く知りませんっていうのはちょっとね、同業者っていうか変ですけど、知らないってことはないでしょ。しかも KK さんかなり有名になったんで、アメリカでも。それを全く知りませんっていうのはね、喋ったことないっていうのはまあある程度わかるんだけど。だからこっちがフェイクニュースだじゃないかってことですね。そうですよね。それをね、鵜呑みにしたまま、その記事のまま週刊文春さんは上げてるけど、それはちょっと違うと思いますよね。
フェイクニュースっていうのはちょっと言い過ぎじゃなしに、やっぱりつながりがあって、なんかそのこの売り買い、そういうことは多分あったんでしょう、接触が。だからそれはね、新潮さ、週刊新潮も出してますけど、週刊新潮はやっぱりこれはおかしいと、このタイミングでこういう売り買いがあってなんかっていうのはあまりにもできすぎてる、タイミング的に。だからちょっとやっぱりこの何も知りませんっていうのは、その週刊新潮の方は奥さんの方を取材したらしいけどね、電話取材したらしいけど、いや知りません、わかりません。でも奥さんの方が知りませんっていうのはおかしいですよね。全くおかしい。旦那さんだったらは、まだね、全然つながりがないって言われて、はい、IT 関連の人って言われてるから、はい、旦那さんはね。でも奥さんも、はい、本当に 法律の法曹界の人だから。でも郵便物は来てたわけでしょ、うん、そう、それはその旦那さんも、いや郵便物自体は確かに入ってたと。これはだから、そのもっと前に遡ってね、2021年6月から9月まで、実はここに KK さんがいたんじゃないかという話も出てて、ね、まあ、ね、いたか住んでたかどうかわからないけど、住所を借りてたわけでしょ、うんうん、でその後にね、一旦結婚するために帰る前かなんかに、そうそう、その9月の後ですよ、はい、日本に帰ってるから、だから郵便物がなんか、うん、どっかに、ね、間違って今でも届いちゃったりすることがあったんでしょ、あるんかもしれないね。それはまあ、うん、大いに考えられること、はい、それ自体はまあ不自然ではないんだけど、はい、確かにやっぱりでもね、ということはこの元々のオーナーのフォーダム大学のね、副学、あの大学の副学部長さんっていうののつながりは今でもつながってんじゃないかっていうのはある程度考えられるし、まあつながってるんでしょう ね。だからそれで、だこの家が、だからそういう関係で、ここを借りるんじゃないかっていうのは、鼻が普通、不自然では何でもないわけですよ。じゃあ、ここに移ってくるっていうこと自体。だから、それを全くのフェイクニュースっていうのは、ちょっといただけないですね。大いに考えられる。で、この人が、めんどくさくなっちゃって、うん、もうフェイクニュースで片付けたいと思ったんでしょ、もう誰、火消しですよ。自分にかかりたくないんで、嫌なんでしょうね。うん、すごい、なんか、YouTuber 来てるとか言ってるくらいだから。鬱陶しいんでしょ。だからもう、で、しかもね、週刊誌もいっぱい来たと思いますよ。来たっていうか、電話取材とかね、うん。あらゆる週刊誌が取材してるんだと思いますよ。出してるのは、まあ、何社か分かんないけど、次が次が来て、もう、めんどくせえなーっていう感じでしょうね。だから、もう、関係ありませんって公言したくなったんでしょうね。で、しばらく、ほとぼりが冷めるまで置いといて、まあ、あとから。まあ、そのうち引っ越してくるって感じでしょ。うん。まあ、この最中は。おっしゃってましたけど。そうそう、ケイちゃんも言ってますけど、やっぱりね、この最中には、まあ、ちょっと無理だろうけど、なんかして、しばらくしてからね、知らぬうちに、やっぱりここに引っ越してるっていうことは、ありかもしれない。まあ、もう少し様子を見ないとっていうのは、私たちも思いますね、うんうん、でもあれでしょ、この間行ったら、うちの画像にも出てますけれども、芝生がボーボーだったのに、そうそうそう、ちゃんと刈られてて、そうそうそう、しかも上手じゃなく刈られてて、そうそうそう、芝刈りされてるんですよそれがびっくりした素人が買ったかな、みたいな感じで、ね、横に木があるんですけど、これはちょっとね、なんかまだ雑然として食べたがって、まあ、そのうちまた誰かがっていうか、うん、オーナーさんかどなたかが行って、また自分でちょっと手入れするかもしれないですけど、あれは素人ではできないと思う。あ、そうですか。あんなのでも、まあ、芝生はね、芝刈り機持っていけばある程度はねできるだろうから、それで、まあ、とにかく入る前までには綺麗にはするんじゃないですか、うん、そうですよね。でもそれがね、このタイミングで芝刈り、ほんの1週間ほどで芝刈りしてたから、あれ、やっぱり引っ越してくるような様子だなっていうのは私は感じたので、うん、これはやっぱり何がしか動きはあるんだなっていうのは思いました。まあ、全くのフェイクニュースで、だから多分当たらないですね、やっぱり。まあ、こういうふうに週刊誌で報道されなければ、うん、まあ普通に11月ぐらいに。何もわからなければね、普通に引っ越してきたと思う。多分引っ越してきたんでしょうけれども。そう。うん。ただもう大騒動になってるもんだから、ちょっと今のタイミングで、さすがにここに引っ越して、だって引っ越しする、今住んでるって あろうところも、なんかもうカメラマンがいっぱい押し寄せてるっていう話なんで、今かと。ね、そんなんだから。うん、だからこっそり引っ越して、外丸省が。外丸省が持っている、うんうん、いくつか持ってるでしょ、ね、お部屋を。そちらに少し住んで、うん、そうで。あんまり、うん、みんなが騒がなくなった頃に、ちょっと忘れた頃ね、引っ越す、うん、2、3月ちょっと置いてて、もうこの話題忘れちゃった頃に、
そろそろっと。という考えが有力なんじゃないかってことですよね。そうね。ケイちゃんとか、週刊新潮も言ってますけど、はあ、そう、多分そうなんじゃないっていう感じ。ということは、お二人の行く末を、今後もウォッチングしておきましょう。まあ、見とかないとね、そのうちに隙を見て、パパッとね。はい。あ、引っ越しちゃったよ、みたいなのがね。また税金使いまくりだよ、みたいな感じですよね。まあね。はい、だってまあ、120万円つったって、そんなもん平気ですよ。大変だよ。年間で1000万円近くの家賃だけど、そんなのもかまってない。どうにかなりませんかね、本当にね。そこが、だから、そうじゃなかったらね、いいんですけどね。はい。もう好きにすればいいんだけど。はい。要はそこなんだよね。はい。うん、ということで、今日もご視聴どうもありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。